やろうか、やっていこうか、パート3。さあ、ザッツエンターテインメントスーパーマグネチックニューニューのパート3をやっていきます。どうもアザラシです。どうもアザラシです。名乗っておきましょう。チャンネル登録お願いしますとも言っておきましょう。したたかにやっていこう。実況プレイ動画ではあるけども、 YouTube でやる以上はしたたかにやっていこう。いきなり雪のステージ、ジャングルとは何の。これはもうボブスレーですね。そして滑って落ちる。この世界観よ。何の説明も必要ない。やればもう分かるという。やったらもう分かるだろ。ニュージャンプできると今思ったんだよ。ジャンプはできない。このジャンプが滑り出したらもうできない。一応磁場は発生できる。キャッチもできる。投げることもできる。これはもうあのウィンタースポーツのシーズンには おあつらい向きの面白いもの。それなりに、それなりに面白いもの。どうなっとんだこのゲームは。今の動きとは結構よくできてたよ。そして全然取りたいものは取れなかったけど、つららが、つららが、もうさ笑っちゃうよ。難しいよ。なんか死ぬ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 、落ちたら死ぬか。そっちもさ、もうあくまでもこのつらら1個当たったらもう死ぬからな。刹那の見切りで避けてるけども、飛ぶだろう。難しいぞこれ。誰か他にプレイしてる人いませんか。スーパーマグネチックニューニュー語り明かしたい。スーパーマグネチックニューニューについて人が、いやそんな時間を設けたくない。一見 2D に見えるでしょ、この画面 2D で進行してるように見えるでしょ。そんなことないから、ちゃんと奥行きがちゃんとある。こういうところがさおかしいよこのゲームは。難しいとは言わない。センスが問われる。セガ好みのゲームだな。いかにもナイツとか、ああいう狂気を感じる。ナイツのような狂気を感じる。こうだ。ふぅ、下落ちたら死ぬの。そうでもないの。そうでもないけど滑ると。いやー、ここ氷っていうギミックだもんな。今の赤いやつ多分ここの赤いやつな。見えるじゃん、見えるな。これこういったらポーンって跳ねてここに来れるんだとは思うんだけど、今こうやって弦にこう駆け上がって来れたわけでさ、あそこに飛び乗ろうと思って跳ねた瞬間に失敗して落ちたりするんだろうな。欲が出たらダメ。スーパープレイになるというものを期待してはいかんね。こういうことよ。慎重にいかねばならんということを教えてくれてる。生き方がね、雑な生き方をしているとここでミスすると。この実体、このさ、あのネズミみたいな黒いメダルは何に使うやつなのか。ちょっとわか滑る。コインが100枚になって木が すごい滑り方してるよこれは。頭おかしい。そしてジャンプはほんの数秒、0コマ何秒遅れる反応がな。これ俺がもしかしたらこのデスクトップに画面を取り込みながらやってることによる。続けるぞ。クリアするまでやってる。どこからでしょうか。
死んじゃうよ、これは。これは頭おかしくなっちゃうよ、これは。これがエンターテイメント、ザッツエンターテイメント、スーパーマグネチックニュー。おそらく今までやったあそこまで行ったのが全て無に帰されてるね。恐ろしい。一応メダル取れたけどな。無言でやっちゃうね、こんなの。取れるかよ、取れるかよ、今のがさ。よっと、おい、おい、スーパーマグネチックニューニューをクリアするまで服役みたいな、そういう経があってもいいかもしれない。怖いよ。これはタイミング合わせて、タイミング合わせて、はい、滑り込んで、あの赤いやつのこのタイミングか。今のはなんでミスったんだ。雑に行くなよ。こういうところで雑に行くなよ。こういうところで雑に行ってはいけない。分かっているから。一つ一つのプレイは慎重に。しかし、しかし、大胆さは失ってはいけない。それは実況プレイである以上、やはりね。のろくさやりゃいいってもんでもね、きっとそうだと思う。ん？向こうにも赤いの言っとるけど。どうすりゃいいんだこれ。ここにさ、ここに来なくちゃいけないんだろ。これはこっちいないと。え、落ちるよ。え、バグかなんかの一種だな、あれはな。そういうことにしとこう。ここもな、慎重に行かにはいけんのだけど。あと何気に行き、滑るんだよ。ちょっと滑るじゃん。ちょっとラグが発生すんで、ちょっともう ダメだこれは。誰か俺の代わりにこれやってくれ、これやってくれ。わざわざこれね、金色のメダル置いてくれてんだよね。よほどここは死ぬと。もうダメだよこれ。これはもうお蔵入りだよ。どうだ。どうだ、これはもう考えろよ。今8分40秒まだ。とはいえこの動画意味ある？後で見た人がさ、後でスーパーマグネチックニューニューを手に入れた人がさ、この動画を見てなんか参考にしてくれたりする？しないっしょ。誰もやんねえよこんな難しいゲーム。これでとりあえず当たらないということができる。速いもん、波の速さじゃないもん、この速さも。取れんもんな、なんか微妙な位置で。これもあそこの滑り台、飛ぶところの滑る台のところに行かなかったら多分失敗なんだろうな。目頭が熱くなってきた。ちょっと、もうゼロ機。この慎重に行けという方が無理がある。
応この先に1アップはある。それを取っていこうじゃないか。このタイミングはダメだな。このタイミングも多分激突する。ここも激突するな。これか？これでしたね。飛ばして、うわ危ねえ危ねえ危ねえ。よし、俺が下手くそだと思うだろう。まあ下手くそであることには違いねえや。滑るし、どこまで飛ぶかわからんし、よしよし。ここで終わるを押した瞬間にスタート画面に戻るんだよ。そしてセーブなど、途中までの経過がセーブなどされておらず、もうクリアするしかないってな。ここでセーブすればいいんだけどな。ここでセーブすればいいんだけどな。クリアさせてください。させるまで、させる、クリアするまでどうか見守ってください。あ、変われ、俺がやると。そういうのは惜しい人が出てきてくれてもいいかもしれない。アザラシ変われ、俺がやる、俺がクリアしてやるっていう、そういうのロックマンのブルースみたいなのが出てきてもいいかもしれない。投げたから何なんだっつった。よし、しかし今度はあっちが取れない。あっちの、いや取れないのかよ。いや右行こうとしたんだよ、割と進路右に。うお、怖え怖え怖えって、怖えって。よし、臆病で行こう、臆病路線で行こう。なんか音楽がさ、割とこの迫真感が。最近あのね、あの関係ない、こうも関係ない話するとまずいんだけどもね、サムネ詐欺をしている。サムネ詐欺じゃない、あの YouTuber みたいなサムネをして作ることを心がけている。最近というかな、ここのところで言ったらいいかな、うん、なんかこうデカデカとね、動画のね、動画の説明、動画のそのサムネにさ、文字入れるのってさ、なんか卑怯な感じするじゃん。その過去を加えられてるっていうか、さっ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 さ、危ない。あのだからその動画の一部分を切り取ったサムネだったらさ、嘘つけないじゃん。そういうのが動画の中にあるんだな。でもその文字入ってるシーンってないからさ、実際そのもう滑るし、ここにこうね、スーパーマグネチック牛乳実況パート2とかっていう入ってるシーンってないわけだからさ、それは入れようと思ったら動画編集の中でね、冒頭 0.0 何秒の間に入れて、それを時間指定すりゃできなくもな、なんで今のが失敗するのかな、できなくもないんだけど、だからそれをなんかその文字入ってるのってなんか思いっきりあの本当は嘘もつけるわけでさ、よく なんでこれもうクリアできなくなっちゃってんの、俺はなんでクリアできなくなっちゃってんのっていう勢いでいくか。助けてください。やればやるほど下手になっている。あの氷は当たったら死ぬのかよ。どんだけ難しいんだこれは。だな、あのサムネのね、文字入れるのはね、僕はあんまりしたくねえなと思ってたんだけど、なんかあの YouTube はサムネの本文での説明文がさ、動画の説明の中で出ないからさ、あの動画のそのページをバーって開いた時にさ、絵だけ、そのサムネだけしか表示されない、サムネとタイトルしか表示されないから、本文でいかになんか本文でいかにも面白いこと書いていたトト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 トしてもさ、意味俺のせ、もう喋りながらやるのやめようか、もう本当にいらねえ、喋りはもうやるよ、シェンムーでやるわ。そしたらしゃべりは、シェンムーでやるわ。
スーパーマグネティックチックニューにはもうプレイ動画にしたろか。これはもう喋りいらんわ。もうこれはこれはこれは言うてるけども喋りいらん。喋ってる余裕がない。走るダッシュで、ダッシュからのこの、これもうボブスレーですね。スケルトン教師、スケルトンが4人だっけ。ルージュとかあるよな。なんか今度は取れた。これも送り、よし、いいプレイです。やればやるほどうまくなる。それが人間学習能力だ。学習は高等生物、高等生物にしかない学習という機能が備わっている。このアザラシには学習とは、学習とは、投資でクリアしてな。投資で、そのセーブ画面からの途中とかなくなしで一回クリアしてな。ちょっため息しか出んな。もう見てる人に申し訳ない。こんなしょうもないプレイングは見てる人に見せられないわ。エンターテイメントになってない。はあ、ため息もよくね。すでにやる気、元気、そういうものを見せていこう。しょぼくれた実況なんて誰も見たくない。そうだろ、泣き言なんて必要ない。追ってくる、追ってくる。これでいちゃ取れないのかよ、取れないのかよ。こっちは取る。いやー、ここまではなんとこれだな。まあここまではこれで当たり前だ。うおお、危ねえ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 。だからつまりその一応奥行きってものが備わってるもんだから、タイミング合わせてジャンプしたからいいってもんでもないんだよな。だからこうまっすぐ横に走ってるつもりで実はこう奥に進んでるかもしれないわけだ。このズレがな、こっちに行ってる時とこっちに行ってる時で横のレバーの押し加減によって実は横じゃなくて横奥に行ってるかもしれんっていう怖さよ。だから下手したらこれはだからマリオより難しいね。マリオ好きな人に言わせたらそんなことはねえよっていうのかもしれない。64のマリオの方が難しいよっていうことを言うかもしれない。やったことないから俺は分かんないんだけどさ、64のマリオさ、64のマリオやったことがない人なんているんですかって、ゲーマーでやったことない人なんているんですかって思うでしょ。俺はほとんど本当にやったことがない。ほとんどっていうのはもう人がやってるのを横で見たことがある程度にしか、もしくはゲームショップで置かれているのをやったという、その程度しかやったことはない。64に関しては。64マリオとかに関しては。その程度に別に Nintendo 64って流行ってなかったんだよ。俺らの中ではというか、世代的にね。来たー！この雪だるまもちょっと怪しい動きするよね。今。したよね。壊れる。おう。壊れた後残る。すごくゆっくり歩いた方がいいかな。いちいちの動き。走り回らずに。クローズ。閉まって。何あれかわいい。何これ何これ。これアナって雪の女王に出てくるやつじゃね。アナ雪に出てくるやつじゃね。うん。なんか時々ピピってこのドレミキャストのこのパワーメモリは言うのよ。パワーメモリいいわ。怖いよ、滑るんだもんこれ。ダラー！ララ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 ラ
またここから正気の沙汰じゃねえぞこれ本当に。あっちの2つ目に飛べるかと思ったんだよ今一瞬ね。そういう横着をしようとした、その心の弱さを突かれたか。かっ焦るなよ、決して焦るな、ゴールは見えている。こういうところで焦るところはよくない。もうゼロ機、いやゼロ機だということに、ゼロ機だと意識するな、意識してはいけない。ちょっと今遅くなりかけて、おお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 、ちょっとさっきのやつが死んだらもう、どうすりゃいいの。よかった、1枚のコインも取りにとっか、2枚のコインか、追ってこねえでくれ。こういう一つ一つのコインが命をつなぐかもしれない。さっきは、先ほどまではこれを取りに行くことによって死ぬリスクのことばかり考えていたけれども、そういう1枚1枚のコインが大事になってきているのかもしれない。ジャンプ、滑ってギリギリをジャンプ、よし、ちょっと待って、ちょっと待って、勝手に滑っていく。これはどう考えたらいいんだろうな。この赤いところを使わずに登っていく方が安全な気がするんだよ、もはや、よもやな。なんか怖くねえ、右のやつ攻撃してこねえ、こねえね。タウ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 とか言ってる場合じゃなかったな、タウじゃねえ、タワーか。雑なプレイじゃないからな、これは決して雑なプレイじゃない、勇気あるプレイだ。さてここでどうする、よし、頑張れ頑張れ頑張れと取らして、焦った焦ったよ。次回クリアします。